はい、こんにちは、です。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、ついに気づけば6月に差し掛かり、プロ野球もですね、交流戦真っ只中ではあるんですが、このプロスピエースでもですね、プロ野球の前半戦で活躍した選手が、登場するプロスピセレクションというですね、特別なガチャが、シリーズ1では登場するということで、その登場選手がですね、ほぼほぼもう確定したのかなというところがあるので、今回の動画はですね、そのプロスピセレクションとは一体何なのかというところから、プロスピセレクションのガチャ形式だったり、登場時期などの概要予想で、さらに、プロスピセレクションのですね、現時点での登場候補選手、さらに登場選手予想まで、していこうかなと思いますので、ぜひですね、プロスピセレクション楽しみでようと思っている方は、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったお別れさだと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、プロスピセレクションの概要予想からしていこうかなと思います。まずはじめにですね、そのプロスピセレクションに登場する選手のゲーム的な特徴が大きく分けて2つありますので、そちらから紹介していこうかなと思います。まず1つ目がですね、このプロスピセレクションに登場する選手は、最大スピリッツがですね、プラス100されて登場するようになっております。なので今年の場合ですね、おそらく最大スピリッツ4700、シリーズ2のですね、通常選手と同じ最大スピリッツで登場するかと思いますので、このプロスピセレクションの選手はですね、本当にゲーム的な寿命が、かなり長い選手になっております。で、続いて二つ目の特徴としてはですね、能力がプラス1、もしくは、爆上がりして、登場するような、特別リアリティとなっております。はい、過去の能力爆上がりして登場した例で言いますと、以前ですね、佐々木朗希選手がこのプロスピセレクションに登場した際は、通常の S ランクの時の能力はこんな感じの能力だったんですが、プロスピセレクション登場した時は、ここまで能力が上がり、さらに、球種もですね、リアタイ向きの球種になって、登場したということで、今年もですね、かなり、ブレイクされた選手が多いというところで、能力爆上がりして登場する選手っていうのも、数名いるのかなと思ってます。で、続いてそんなプロスピセレクションのガチャ形式なんですが、こちらは毎年このガチャ形式、30連目、60連目、90連目が、このプロスピセレクションの S ランク確定の、この自チーム確定などはない、いわゆるセレクションのガチャ形式で今年も開催されるのかなと思っております。ですが、その救済措置として、のセレクションの S ランク選手5人を投入することで、1選手好きな選手を獲得することができるセレクトミキサーも今年も同時に開催されるのかなと思っています。で、続いてセレクションの無料配布についてなんですが、こちらに関してはですね、毎年無料配布イベントと絡めた形式でこのセレクションは開催されないような形で開催されてますので、今年もおそらくですね、セレクションの無料配布などは、ないような形式で開催されるのかなと思っています。ではそんなセレクションはいつ頃開催されるのかというところなんですが、こちらがですね、直近2年間のプロスピセレクションの開催スケジュールとなっておりました。で、こちらを見ていただければわかるかと思うんですが、基本的に7月頭頃に1弾で、7月下旬もしくは8月上旬頃に2弾というような開催スケジュールになっているということで、今年もですね、おそらく7月頭頃に1弾、7月下旬中旬下旬頃に2弾の、全2弾構成で開催されるのかなと思っています。ではそのセレクションまでに今から何エナジーぐらい貯まるのかというところなんですが、まずセレクション1弾が7月頭頃に開催された場合、今から貯まるエナジー数としては約1000エナジーで、セレクション2弾が7月下旬頃に開催された場合、今から貯まるエナジー数としては、約1500エナジーぐらいになってくるのかなと思ってますので、特に無課金の方はですね、エナジー管理頑張っていただければなと思います。ということで、セレクションの概要予想については以上になりますので、ここからはですね、セレクションの登場対象選手紹介、登場選手予想していこうかなと思います。まず、阪神ですね。阪神はこの4選手候補選手として挙げさせていただきました。はい、阪神投手の中で言うと、やっぱりですね、佐伯選手が、筆頭候補として上がってくるのかなと思っています。はい、佐伯選手現状ですね、6勝1敗で防御率 1.34 という、素晴らしい成績残されているということで、佐伎選手ですね、登場してくる可能性、能力は上がって登場してくる可能性高いんじゃないかなと思っています。で、さらにもう1選手挙げると、桐敷選手もですね、かなり素晴らしい成績残されていて、さらにですね、球種的に、かなりリアタイ向きの選手ということで、この桐敷選手登場した際は阪神純正的には、獲得をおすすめ選手として上がってくるのかなと思っています。で、続いて野手の筆頭候補で言うと、エキサイティングでも現状登場しているんですが、近本選手がですね、現状4番を打っていて、チーム内の成績ダントツで、素晴らしい成績ということで、成績だけ見ると近本選手がですね、登場してくる可能性一番高いかなと思っています。で、続いて広島ですね。広島はこの4選手候補選手として挙げさせていただきました。はい、広島の中で言うと、栗林選手がですね、とんでもない成績、さらに、記録も残されて
ているということで、この栗林選手ですね、まあ登場してくる可能性高いかなと思ってます。で、先発ピッチャーの中で言うと、まあ床田選手、森下選手もまあ素晴らしい成績残されているんですが、まあちょうど昨日ですね、まあノーヒットノーランを大瀬良選手がまあ達成したということで、まあ大瀬良選手ピックアップさせていただきました。で、続いて野手としてはですね、まあ小園選手がまあ53試合出場して、まあ打率2割9分4厘とまあ素晴らしい成績残されているということで、まあかなり登場の可能性高いのかなと思ってます。で、まあさらにですね、まあ試合数は24試合と少ないんですが、まあ末金選手がですね、24試合出場ながら、まあ打率3割8厘でホームラン5本放っているということで、まあ個人的にこの末金選手登場してくる可能性、まあかなり能力上がって登場してくる可能性高いんじゃないかなと思ってます。で、続いて DeNA ですね。 DeNA はこの4選手ピックアップさせていただきました。はい、DeNA の中で言うと、まあ先発だとですね、まあ東選手がまあエキサイティングでも登場しているんですが、まあヒット候補として上がってくるのかなと思ってます。で、中継ぎ抑えで言うとですね、まあやっぱり森原選手、まあ新守護神がまあ素晴らしい成績残されているということで、まあ森原選手ですね、登場してくる可能性かなり高いのかなと思ってます。で、続いて野手で言うとですね、まあ規定打席こそ乗ってないんですが、まあ山本選手がですね、捕手ながらまあ打率、まあ3割1分6厘とまあ素晴らしい成績残されているということで、このプロスピセレクションは今年からブレイクした選手が、まあ、結構出やすい特別リアリティになっているということで、これ山本雄大選手登場してくる可能性かなり高いんじゃないかなと思ってます。で、続いて巨人ですね。巨人はこの4選手候補選手として挙げさせていただきました。はい、巨人投手の中で言うと、まあ、戸郷選手がですね、素晴らしい活躍、さらに、まあ、先日ですね、まあ、ノーヒットノーランを達成されたということで、まあ、話題性もある選手になっているかなと思いますので、まあ、戸郷選手がですね、一番登場してくる可能性高いかなと思ってます。で、さらに、菅野選手もですね、まあ、今年復活を遂げているということで、まあ、成績も素晴らしい成績残されているので、まあ、菅野選手もですね、話題性的に登場してくる可能性っていうのはあるのかなと思ってます。で、続いて野手で言うと、まあ、個人的に丸選手がですね、一番登場してくる可能性高いのかなと思ってます。はい、巨人でいうと、まあ、1番丸のね、ファイヤーフォーメーションを引いてから、まあ、めちゃくちゃ調子が上がってきているなという印象があるので、丸選手現状3割も打率超えているということで、この丸選手、さらに、まあ、岡本選手もですね、まあ、ホームラン数素晴らしいということで、まあ、この2選手どちらかが野手の中だと登場してくる可能性高いのかなと思っています。で、続いてヤクルトですね。ヤクルトはこの4選手候補選手としてピックアップさせていただきました。はい、ヤクルトの中で言うと、まあ、まず投手で言うと、まあ、大西選手がですね、まあ、筆頭候補として上がってくるのかなと思っています。はい、現状24登板で、まあ、防御率 1.37 と、まあ、素晴らしい成績残されているので、まあ、投手の中だと、まあ、大西選手がですね、まあ、登場してくる可能性高いかなと思っています。で、野手で言うと、まあ、サンタナがですね、まあ、一番登場してくる可能性、まあ、一番、まあ、成績残しているということで、まあ、一番登場してくる可能性高いと思うんですが、まあ、サンタナはですね、まあ、すでにエキサイティングでも登場することが決まっているということで、まあ、サンタナが登場しない場合は、まあ、村上選手がですね、まあ、打率こそ低いんですが、まあ、OPS はですね、まあ、サンタナを超える8割9分2厘で、さらに、まあ、ホームランも13本放っているということで、まあ、この村上選手、まあ、登場してくる可能性高いんじゃないかなと個人的には思ってます。で、続いて中日ですね。中日はこの4選手ピックアップさせていただきました。はい、中日の、まあ、まず投手の中で言うと、清水達也選手がですね、まあ、なんと、まあ、25登板で、防御率 0.38 と、まあ、凄まじい成績残されているということで、まあ、この清水選手ですね、まあ、登場してくる可能性、まあ、斉藤選手も素晴らしい成績なんですが、まあ、この清水選手ね、まあ、特に登場してくる可能性高いのかなと思ってます。で、続いて野手で言うと、まあ、細川選手がですね、まあ、57試合に出場して、まあ、打率3割2厘で、さらにですね、まあ、ホームランも8本放っているということで、まあ、今年もですね、素晴らしい成績残されているので、まあ、野手の中で言うと細川選手がですね、まあ、頭一つ抜けた、まあ、筆頭候補として上がってきているのかなと思ってます。で、続いてオリックスですね。オリックスはこの4選手ピックアップさせていただきました。はい、まずオリックスピッチャーで言うと、まあ、エスピノーザ、マチャダのこの助っ人外国人2人を挙げたんですが、まあ、この2人はですね、まあ、話題性もあり、まあ、エスピノーザは、まあ、少しね、まあ、成績落としてはいるんですが、まあ、現状も4勝3敗で防御率 2.21 と素晴らしい成績で、さらに、まあ、宮城選手がですね、まあ、エキサイティングでもうすでに登場しているということで、まあ、エスピノーザ、さらに、まあ、マチャド、この2選手登場してくる可能性高いのかなと思っています。で、打者で言うと、まあ、セデーニョがですね、まあ、序盤は、まあ、とんでもない活躍してたんですが、まあ、ガクッとね、まあ、成績落としてしまったということで、まあ、打者で言うと、まあ、紅林選手がですね、まあ、筆頭候補として上がって
ってきているのかなと思っています。で続いてロッテですね。ロッテはこの4選手候補選手としてピックアップさせていただきました。はい、ロッテの中で言うと、まあ、なんとね鈴木選手が22登板して、まあ、未だに防御率 0.00 ということで、この鈴木選手ね、まあ、能力、まあ、かなり上がって登場してもおかしくないんじゃないかなと思っています。でさらにメルセデス選手もですね、まあ、勝ち星にこそ恵まれてはいないんですが、まあ、防御率 1.45 と、まあ、素晴らしい成績を残されているということで、まあ、このメルセデスはまあリアタイ的にもまあかなりね強い選手になっているので、まあ、登場した際は結構目玉選手になってくるんじゃないかなと思っています。続いて野手で言うと、まあ、岡弘美選手、外選手、この2選手挙げたんですが、まあ、ここに挙げてない選手で言うと、まあ、佐藤俊也選手もね、まあ、素晴らしい成績残されているということで、まあ、ロッテの野手で言うと、まあ、岡選手か外選手か、まあ、佐藤俊也選手、この3人の中のまあ誰かが登場してくるのかなと思っています。で続いてソフトバンクですね。ソフトバンクはこの4選手候補選手としてピックアップさせていただきました。はい、ソフトバンクピッチャーで言うと、まあ、やっぱりですね、まあ、モイネロ選手がまあ先発選考してからも、まあ、素晴らしい成績残されているということで、まあ、ピッチャーの中だとこのモイネロ選手と、まあ、現状ですね、まあ、4勝で、まあ、防御率 0.45 の、まあ、素晴らしい成績残されている、まあ、津森選手、まあ、この2選手どちらかが、まあ、登場してくるのかなと思っています。でソフトバンク野手で言うと、まあ、やっぱりですね、まあ、近藤山川、まあ、この2選手がですね、まあ、登場してくる可能性一番高いのかなと思っております。はい、近藤選手で言うと、まあ、現状ですね54試合出場で打率3割4分4厘ホームラン8本打点32と、まあ、今年もですねバケモンみたいな成績残してますし、マカホタカ選手もですね、まあ、打率こそ低いんですが、まあ、ホームラン12本打点46、まあ、なんと打点がですね、まあ、今現状だと150打点ぐらいの、まあ、ペースで、まあ、とんでもなくね、まあ、打点稼いでいるということで、まあ、ソフトバンクね、まあ、ギータも、まあ、登場してくる可能性あるとは思うんですが、まあ、成績だけ見ると、まあ、近藤山川のこの2択になってくるのかなと思っています。で続いて楽天ですね。楽天はこの4選手候補選手としてピックアップさせていただきました。はい、楽天の中で言うとやはりですね、まあ、今年から抑えに転向した則本選手が、まあ、現状21登板で、まあ、14セーブ防御率 0.86 と素晴らしい成績ということで、まあ、この則本選手はですねほぼほぼ確実に登場してくるんじゃないかなと思っています。で続いて楽天野手で言うとですね、まあ、小郷選手がですね、まあ、一つ、まあ、頭抜けて、まあ、成績残しているかなというところがあるので、まあ、野手の中だと小郷選手が筆頭候補になってきているのかなと思っています。で続いて西武ですね。西武はこの4選手ピックアップさせていただきました。はい、西武投手で言うと、まあ、やっぱりですね、まあ、竹内選手が、まあ、今年ドラ1の竹内選手が、まあ、なんと7登板で、まあ、今の西武のチーム状況で4勝0敗で防御率 1.27 ということで、まあ、とんでもないね、まあ、成績、まあ、今コロナになっちゃったんですが、まあ、とんでもない成績ということで、まあ、この竹内選手はね話題性的にも、まあ、100% 登場してくるんじゃないかなと個人的には思っています。で西武、まあ、対抗のピッチャーで言うと、まあ、今井選手がね、まあ、今年素晴らしい成績、まあ、特に対楽天に対してね、まあ、以前からなんですが、まあ、素晴らしい成績残しているということで、まあ、今井選手もですね登場してくる可能性としてはあるのかなと思っています。で続いて西武野手についてなんですが、まあ、西武ね野手、まあ、候補選手少ないんですが、まあ、中で、まあ、その中で挙げるとしたら、まあ、蛭間選手がですね、まあ、最近素晴らしい成績ということで、まあ、蛭間選手か、まあ、中村拓也選手がですね、まあ、この年にしてなんと、まあ、チーム内ホームラン数ダントツ1位の、まあ、7ホーマーを放っているということで、まあ、中村拓也選手登場してくる可能性っていうのもあるのかなと思っています。で最後日本ハムですね。日本ハムはこの4選手候補選手としてピックアップさせていただきました。日本ハムピッチャーで言うと、まあ、山崎福也選手がですね今年移籍してきて、まあ、現状6勝1敗で防御率 2.12 と、まあ、素晴らしい成績残されてますので、まあ、当初の中だとこの山崎福也選手か、まあ、月間 MVP にも輝かれた、まあ、伊藤大海選手か、この2択になってくるのかなと思っています。で続いて野手で言うと、まあ、やっぱりですね、まあ、タミヤ選手、まあ、ユアビーム選手がですね、まあ、必ず登場してくるんじゃないかなぐらいの、まあ、とんでもない成績、打率3割4分7厘でホームラン2本、打点23の、まあ、素晴らしい成績残してますので、まあ、日本ハム打者で言ったら、まあ、タミヤ選手がですね、まあ、ほぼほぼ確定で、まあ、登場してくるんじゃないかなと思ってます。ということで全12球団の登場候補選手紹介は以上になりますので、まあ、最後にですねプロスピセレクション登場選手予想、このような形にさせていただきました。はい、今年はですね、まあ、特に、まあ、移籍組だったり、まあ、新戦力の選手がですね、まあ、特に素晴らしい成績残している選手が、まあ、多いかなという印象があるので、まあ、今年のセレクションはですね、まあ、かなり豪華ラインナップで、まあ、登場してくる、開催される可能性っていうのも結構高いんじゃないかなと思っております。まあ、なので、まあ、今年の場合は、まあ、エキサイティングなどで欲しい選手がいない場合は、まあ、無課金の方でもセレクション引く価値っていうのは、まあ、高いんじゃないかなと個人的には思っております。で、ぜひですね、コメントの方で皆さんのセレクション登場選手予想だったり、まあ、皆さんがセレクションで、まあ、登場してほしい選手だと、まあ、ぜひコメントで教えていただければなと思います。
ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったわけさだと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。